はい、高尾山口駅に着きました。今日は高尾山から城山で、城山から降りるルートに行きます。左山コースで上まで登って城山まで行って降りるって感じですね。 OK、 8時半出発。天気よし。天気よし。じゃあ川崎さん一言。今日も頑張るぞ。よし、ケーブルカー乗って登るか。ケーブルカー乗って登りますか。ケーブルで乗らんよ。すみません。今日は稲荷山コース。よし、頑張るぞ。よし、稲荷山ルート行きます。お、すごい人多いね。おはようございます。やっぱり雨の後は下がぬかるんでるね、これやばいな。今日僕調子いいよ、6時間寝たから。渋滞が起こってる、渋滞が。いいですね、この道。これが稲荷山のお稲荷さん、朝日稲荷って書いてある。朝日稲荷、朝日稲荷。高尾山のスズメバチだって。小型スズメバチ、大スズメバチ、黄色スズメバチ、黒スズメバチ。やっぱ蜂はいるんだな。川崎さん、この間より楽なのね。楽って言ってさ、楽じゃ、まあ、この間より調子、なんていうの、調子はいいよ。姿勢もいいよ。稲荷山は3キロのコースで、今1キロのとこまで来ました。今ね、じゃあ1時間半だね、上登ったら。高尾山の桜、いろんな桜があるんだ。また小休止。結構急なとこ来た。急やこれ。急です。急坂、急だな。休憩ポイント発見。眺めがいい、眺めがいいな。景色がいい。ああ、景色いいですよ、これ。川崎さんが喋り込んでます。知り合いかな。もう、なんかないです。すごい、すごい走りそうな感じです。どうも、失礼します。さあ、行きますか。行きますか。休憩もしたし、ここ最後の急階段を登りますか。10分ぐらい。あ、こんなもん。いやいや、何で3分。こう思ったらすぐ高尾山頂上です。高尾山、あれですね、もう余裕ですね。そうそう、高尾山卒業みたいな。すごいこれ。続く、これは続く。長い長い。太ももに来る、これは来るな。やばい、これからやばい。やばいな、これだ。ついた。持ってないって言ったら。この階段きついね。
きついぞ。着いた。イエーイ。川崎さん。着いた。山頂に到着です。やりました。今日富士山見えない。残念ながら。うん、この階段ちょっとしんどかったね。あれ間違えたこいつ。あ、いいとこ空いてる。空いとるやん。コーヒータイム。今日やっぱ空いてるわ。よし。コーヒータイム。コーヒータイム。じゃあコーヒータイム。一番大好きコーヒータイム。小川コーヒー飲みます。いただきます。いただきます。お先に。あ、うま。前の小川コーヒー。うまっ、うまっ、うまい、うますぎる。さあ、よし、城山に行きます。城山、城山なんか結構栄光店町が選んでる。城山に行って、そこから直接降りてバスで帰る。小仏ね、小仏、小仏に降りれるってこと、うん、20分おきにバス。ああ、これより奥高尾って書いてあります。ここから先は奥高尾ですね。あ、コーヒー美味しかったっすね。あのコーヒーが飲みたくて登るっていう感じですもんね。標識だ。小仏城山まで 1.6 キロです。一丁平まで 600m、 あと 1.6 キロですよ。川崎さん、こういう山登った時に、うん、こう花とか、うん、あの咲いてたりするじゃないですか。そういう余裕はありません。そういうのを、うん、あの山に咲く花みたいのを解説しなかあの勉強して覚えると多分楽しさが 1.5 倍ぐらい面白くなりますよ。でうちの親父は、うん、あのすごい花とか知ってるんで。もともと、もともとっていうかいろいろ調べたんじゃない、うん、高尾山行ってたんで、うん、で、なんとかっていう花が咲いてたとかで写真見せてくれるんだけど、本当僕分かんないじゃないですか、うん、綺麗だねっつって。だけど多分そういうの勉強してから登ると、もっと面白いね、あの花今日なんとか咲いとるみたいな、うんうん、だからちょっとそういうの勉強してこう山登るのも、うん、楽しいかもしれない。もうちょっと花勉強しようかな。でもさっきのおじさんが言ってた通りでね、家でゴロッと寝とってもすぐ立つで、家でゴロッとしててもすぐ昼になっちゃうから歩いた方がいいって。ああ、確かに高尾山だ。300円ぐらいで来れるわけだからね。安い、367円。もう京王線安すぎ。あ、線によって全然値段違うね、うんうん、京王線は儲かってんでしょ。高尾山に来る人が多い。これ一丁平、一丁平、あそこで担いで飯食ったんだ、うん、やっぱり一丁平。こっちもベンチある。白山小仏峠まで多分あと 500m、 400m ぐらい。うん、ここちょっと登ったらもうあれですね、着きますね。近い近い。最後にちょっと階段があります。よし、小仏。どうまちゃん、白山着いた。富士山見えないね。ああ、富士山あそこ雲の中ですわ。あ、でも着いた。お、一番いい場所取れましたね。ここいいじゃん。ここいいよ、これ。640メーター。着いた。着いた。景色。ああ、いい景色だ。うん。昼ごはん。昼ごはん、昼ごはん。疲れた。早かったね。
食後のコーヒーウィズ川崎さんみたいな。小仏峠のこの看板も入るし、いい匂い。がコーヒーないよ。さあお腹いっぱいになったし、来ますか。でこれで小仏に降りて、小仏駅っていうのがある。小仏バス停。違う違う違う、小仏バス停に降りてバスで高尾駅まで行って帰る。いやお腹いっぱいになったな。小仏峠。ここから900メートル歩いて、そこから降りバス停の方を降りるってこと？よし、行きます行きます。あと下るだけですか。楽ですね、もうこの道は。もうあそこでご飯食べたらもう登り切ったも同然ですね。おお、見える見える。ちょっと相模湖アップで撮っとこう。あ、相模湖見えます。あれが相模湖。あれなんか相模湖と思ったより小さいですね、山の間に、うん、しかもそうか、高速道路も走ってる。あんな感じで 2.8 キロ。 2.8 キロ結構あるな。まあ多分もう本当すごい勢いで降りてるね。これもう小仏バス停まであっという間じゃない。1時間かかんないねこれ。うん、30分ぐらいじゃない、このペースで降りたら。これでも高尾山まで戻って降りること考えたら相当楽ですね、このルートは。よし、道が見えてきた。車、車道、水が流れているスポットがあります。なんかその蛇口が動いたのなんか毎回動かしてるきついもの。湧き水かな。あー、きついよ。よし、降りてきました。そうそう、これ今小仏峠から降りていたけど、右行ったら小仏バス停で、ここのルートを登ると影信山に行けるんだ。でも急走だねこれ。今これ 300m ぐらい一気に登るんで、これ急っすよねこれね。今日の歩きはどうでしたか。今日はどうでしたかね。一度はやるべきですやるべきです車来た。まだ終わってない。トレッキングは家に帰るまでがトレッキングですから。本当だよだからまだ気を抜いちゃダメなんです。そう、いつ何があるか分かんないですからね。もうそろそろバス停が、もうリトル、もうリトル、小仏バス停着いた。着いた着いた。トイレもある、綺麗なトイレがある。ここにバス来るのかな。はいはい、こんな感じだよね。平日は1時間に1本2本で、土日は1時間に3本あるね。来た来た。じゃあこれ乗っていきましょう。もう一つバスの方は読み取り機にしっかりタッチしてください。戻ってきた。よし、高尾駅、疲れ様でした。疲れ様でした。